はい、見てもらいましたが、はい、今回ね、日本打った SIM2 レスキューと、コブラのキングテック、ユーティリティ2本ですね。結構これサイズがね、違います。そうそう、うん、SIM2 はめっちゃちっちゃくで、キングテックの方はね、結構大きめのやつなんですけど、僕の本命はコブラの方です、うん、で、打ったらどちらとも割と良くて、SIM2に関してはすごい打感弱くて、打感ちょっと静かめで、あまり僕はそういうのは好きでない。逆にコブラの方は音が結構あるし、打感も結構弾く感じがあるので、僕は結構好きかなというような感じで、
まあ見た目に関してはやっぱり安心感あるし、うん、シャローで、うん、で、可変付きなので、うん、で僕が狙ってるのは2番17度だったから、それを 15.5 度とかにもできるし、まあでもラウンドで使うならその1個上の3番かな、19度をロフト立てて、あれ捕まるから結構、うんうん、ちょっとこうフェス開く方にやった方がラウンドでは実際いいと思います。19を 17.5 度とかね、まあ、僕の場合ドライバー、ミニドライバー、この2番ハイブリッド、3番ハイブリッドっていう感じでセッティング組んでいこうかなと思ってるので、ただ、日本仕様というかで打ってるのが今回もシダの時もだったけどネオが入ってたやつで、うんうんうん、すげえ重い僕からしたら、で、普段使ってるので言うともうカットしたら80切るぐらいのハイブリッドを使ってたりするので、まあそこは US の 80g 台の入ってるやつの方がいいかもしれないのかなと思いますね。で、シム2に関しては、あれ3番なんだけど思ったより飛距離出ないなっていう、あんまりこう初速が出てる感じがしない、やっぱり弾いてる感じがしないっていうか、ただ純正が 70g 台だったので、最近ほら 50g 台とか、うんうんうん、60g 台、マックスの方は 60g 台かな、はちょっとやっぱ打ちにくい、やっぱシャフトでだいぶ UT とかフェアウェイとは変わるし、やっぱ純正だからね。だけど70ぐらいあればちょっとこう若干トーダウンするけど、うん、垂れたりするけど、うん、まあそんなに打ちにくいってことなかったし、ちっちゃいけどあの割とスピン入ってたし、うん、球高いし、うん、ただこうラウンドだとちょっと怖いなっていうのはある、うん、まあ、なのであの ABEX のキャロウェイのやつね、あれも結構良くて、ただ若干捕まらないし、若干ディープというか、うんうんうん、ボテッとしてる、ボテッとしてるよりかはコブラのああいうシャロー系のやつで、しかもウエイトが3つついてる、うん、あれがでも12、12、2g だったから、うん、あんまり多分変えないと思うね、うんうん、両サイドに12、うん、で球そんなに、上げる必要ないからね、後ろ 2g、うん、まあ、多分これあのヘッド体積で12、12、2っていうのは、うん、もう 10g 場所を変えないと、うん、意味がないから多分そういうことなんだろう、うん、2g を頭側に持っていくか、うんうん、ちょっとヒール側に持っていくかっていうことなんだろうね、うんうん、もしかするとね、まあ、それぐらいかな。買いますか？多分あれ買います、コブラのやつは。で、今回ガーミンで測定して広いところでこれ初めて売ったんだけど、一応これアライメント1をざっくりと合わせたつもりだし、実際今回で言うと僕の場合、ユーティリティは、ドローを打つことが多いので結構右に出すんだけど、でたまにこう左に出して、フェードっぽくて飛ばす時もあるんだけれども、基本的には右に出してたんで、打ち出し方向というのは3度から4度ぐらい右に出てました。まあ、アライメントとしてはまあそんなに間違ってはないのかなと。これ置く場所において、うん、スピン軸、サイドスピンっていう値においてはちょっと少なく出すぎじゃないのっていうところと逆読みがほぼ、うん、なのであの何だっけ、ショットトレーサーをちゃんとつけて、うんうん、ある程度見やすくはなってます。あれが実際の弾道です。だから逆だったりもっとこうサイドスピン的に曲がっててもおかしくないのに、うん、ちょっと数値少なめに出てたので、うんうん、まあ、ちょっとこれはなんでかなっていうところ、うん、アライメントのせいなのかなっていうところですね。あとはやっぱこれ変換がないので、ね、うん、レンジボールのままの数値、うん、っていうことなので、やっぱ、まあ、それで言うとやっぱり初速も出ないし、初速はねあんまね変換値とかないんだけど、そう距離だけ補正がかかるっていうことが多い、うん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 、まあ、だから若干そこもこれを使う、まあ、動画の編集表だよね、うんうん、表も縦しか映んないんですよ。だからもうめっちゃ動画見にくい、うんうんうん、はっきり言って、うんうん、今までだったら横の下の方に打った後とかに出しとけばよくて、その上にこう字でちょっと説明入れたりしてたんだけど、縦にしか置けないんで、うん、これはアプリがね
こう更新されていけばね、横画面の対応したりとか、もっとこうグラフィックのやつとか出るとは思うんですけど、まあ今のところそんな感じです。まだちょっと他の、ガーミンちょっと使ってみたっていう動画でまた詳しく説明したいと思います。はい、はい、今回は以上でした。ありがとうございました。